だったら調子乗れるじゃん。いつもお願いしてるよ。で、BGM は聞こえるか聞こえないかぐらいがいい。あんま大きすぎても疲れちゃうから、軽めにかけた方がいいと。雑談はね。枠に入ってさ、もう BGM がうるさい枠ってさ、長居できる。結構ありますけどね、そういう枠。これはね、ちょっと苦手かな。やっぱ小さめの音の方がいいかな。セージはそんな音量でかくないでしょ、多分。もう配信してたら暇になっちゃって、もう自分が BGM 聴いちゃう音量でかけてる枠とかあるかな。でもね、俺の枠ってこう流さないとなんかすごい静かと、好きな人たくさんいるよ。だみんな好きだしね、言うなら今1000人ぐらいいたらみんな好きだよ、普通に。水分、コーヒーがなくなっちゃって、でマリオも寝てるしね、ちょっと飲み物がない。褒めたら推しだっつってんじゃん、しつけえな。アイドル推しなの。であとは、まあ、仲いいからね、想像に任せるよ。そんなのは。で、掃除配信つうか、リスナーさんこれも困っててね、作ったはいいけどね。でなぜかここにね、こんなの入って、これマリちゃん残しました。証拠隠滅してるよねこれ。ボリュームたっぷりすぎて初めて残してるの見たから。でもこれちょっと洗わないと、ほらもう全部捨てなあかんやなこれ。もうこれ溜まっちゃってるの。で飲み物もないでしょ、水ばっかり。でも喉も渇いてるよ。あ、ミルクないのこれ。これマリオのパクロ。でアイスがちょっと充実してるかもね、アイスコーナー。あとはもう、なんか誰がチーズ凍らしたの。ダメだよチーズ凍らしたら。ありなのこれは、チーズあり。ありなの。誰かしらがやってんじゃない。でもニンニクしかないね。でもう洗濯物溜まってるでしょ。もうこんな部屋も汚いよね。で最近この豆電球使ってるわ、マリちゃん。エロくない、ここの部屋が。エロくなってる、もう雰囲気出ちゃってるよね。提灯、この辺もちょっと汚いでしょ。これどう？じゃあもう今日掃除しようかなと思ってるよ。まあ、深夜ね、みんなが寝てるぐらいになったら、これひどいでしょ。なぜかこう汚れるんだよ。深夜に、いやいや今の時間ちょっと、見て。これひどいでしょ。ちょっと綺麗にしないと。いや、春子さんに頼めって言ってもタダじゃないし。
ぱね、これぐらい自分でやらないとね。なんでこうなったの、まあ、片付けないからだよね、うん、でやっぱ部屋の汚れはやっぱね、心乱れちゃうから、うん、でも事務所的にも良くないよねこれ、うん、今日は多分1時間2時間ぐらい掃除すると思う、ボランティアのこともやってもらってるけど、基本バイト料は払ってますよ。まだまだ綺麗。いやもうお部屋だね。でこれをもうほっとくといよいよもうお部屋になるんじゃない。今もう限界来てるから、酒飲めよ。明日飲むからね。アルマンドっていくらするの？アルマンド入れようかな。アルマンドって、うん、ピンキリ。まあ一番いいシャンパン入れようかな。トビさん使ってくれたから、お店にある一番いいシャンパン入れた方がいいかな、何信号機って、お返しちゃんとしないとね、だからキコママのとこに来てくれた人には返さないとね、何らかの形でね、交際費、だから赤字だよ多分。まあでも悪魔の店あったから赤字にはならないけどね、そんなにお金残んないんじゃない、でもまあ目先見てても仕方ないから、先見据えてねやっぱ過ごさないと、こいつしばきたいわ、かかってこいよ。だったらやんのかこの野郎、口だけがよ、結局指くわえて見ることしかできないんだよ。男なら文句があるなら直接言いに来い、むしろ電話して来い、できないだろ何も。じゃ電話して来い、じゃあツイッターに LINE 送って来いよ、じゃあ電話番号でもいいぞ、かけてやるから、まあ弱いっていう人ほど弱いんじゃない、俺は強いよね、5年前からね、今まで振り返ると、一番高いの強くなりたい、まあ、リスナーさんは強くならなくても俺守ってあげるから、でもやっぱ配信者は強くないとね、じゃあ閲覧イコール強いじゃなくて、閲覧ない時期もずっと諦めずにここまでやってこれたっていうのがそれに強いんじゃないかなって言ってるの、あ、ヘタさんありがとうございます。ヘタさんね、太郎くんと試合お願いしますね、ヘタさん、真剣勝負です、はい、太郎ヘタ郎ね、太郎対決、でまあ人気あるからね今太郎ちゃんね、そこ勝ったらすごいよね、普通に、うわ勝つの当たり前し KO 狙う、うわすごいね、これも
楽しみ。実力者同士らしいから、経験者同士だから、これは結構面白いよ。うん、いや、掃除12時からでいいんじゃない。うん、12時からね。いや、ヘタロウさんも分かんないからね、俺は見たことないから、うん、大阪今度来たらマジ行くから。あ、そうなの。一緒に飯でも行くね。ご飯でも。そういう脅しって通用しないだって、うん、普通に。電話もできないんだよ、うん、陰キャだから。おやすみ、ジョイスキちゃん。脅しが、じゃあ電話してきてよ、電話。電話。電話から始めようよ。ね、うん。とある配信者は、リスナーの電話は出ませんでした。その配信者は今いません。はい。俺はプラチナプラスを維持しようとしなくてもしてる。うん。始めようよ、電話から、うん、一歩踏み出そう、一歩、うん、で滑らしていこう、滑らしてね、うん、早く殴りてえわ、松平ボコボコにしたやん、ほんと、うん、ボッコボコに、あのクソジジイ。でもね、アキコママのとこで入れてくれたからね、シャンパン。ゲンちゃんね。あ、ヤニも消えたし、ちょっと散歩のコーナー行こうか。大冒険。本当は好き？まあ、好きというか、面白いなぁとは思う。うん、いいんじゃないかなって思う、うん、まあまあ普通にね、うん、でもまあ結構年が離れてるからそんな仲良くなるっつうかね、うん、あれだけど、うん、自己肯定感、あのね、自分をちゃんと応援した方がいいよ。あのネガティブに考えてもダメだよ。俺みたいにポジティブに生きた方がいいよ、うん、みんなね。俺もう嫌なことばっかりでよく落ち込むけど、うん、やっぱね、自分がネガティブな考えだとやっぱ人に対してネガティブなこと言っちゃうからね、うん、どうせ死ぬんだからね、うん。じゃあ外行こうかな。コメントも流れないしね、うん、コメントもしないなら見ないでほしいよね、言うなら、うん、今日もね、もう ラジオにしようかな、うん、ラジオの方が流れるしね、コメント言うなら、うん、顔出ししない方がいいよね、顔出し、うん、眺められてるだけで、うん、話してて疲れない、うん、疲れない、無理して喋ってないから、うん、まあ無理して喋ってる人は疲れちゃうんじゃない、うん、痩せた、うん、2キロぐらい。
怒ってるのってリスナーじゃない、俺になんか文句言ってきて。俺は怒ってないし、気持ちには余裕がある、常に、うん、どこでこれ元カノにもらった、まえちゃんにね、うん、だからまあ今日来たら捨てようと思ってる、うん、もうなんか結構出てくるんだよ、ふとした時に。今日も何着ようかなって時に出てきて、まあこれいいなと思って着てるけど、まあその都度捨てるよね、うん、カズマ審査員決定、大阪オーディションってことはもうカズマは決定ってこと、うん、あ、ワンライブ大阪でオーディションするってことね、うん、だからまあ、うん、3人ぐらい増やせばいいんじゃない、うん、あ、カズマは研究生なんだ、すごい気に入ってるよねカズマのことね、うん、最終的に残るのはまあちょっと東京のオーディションに関してはちょっと現状厳しいかな、うん、現状、ちょっとね、火薬はリタ嫌いなの？そうなの？リタいい子だけどね。だって言うならカズマよりリタの方がいいんじゃない？そばに置いといたら何でもしてくれるよ。火薬が嫌ってるんだ。まあなんでだろうね。リタ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 言い過ぎたんじゃない？それ嫌になるんじゃない？さすがに。一部が。ね、まあ嫉妬っつうかもうめんどくさいんじゃない、コメントが、うん、まあ一人で、まあね、出来の悪い、まあ安心感はあるんじゃない、うん、安心感が。でもやっぱりね、あの能力よりやっぱ気持ちだと思うよ、うん、気持ち、だから火薬さんをやっぱ尊敬してるとかそういう気持ちで選んだ方がいいんじゃない、おそらく、うん、俺はそういうので選んだけどね、マリオは、うん、しつこかったし、うん、じゃないとやっぱついてこないんじゃない、うん、うん、なんでマリオが失敗なの、なんて文句言ってたの、寝起き悪いから、つかマリオって能力高いからね、うん、なんでも PDF とかもね、仕事のやつも全部書類にしてね、でファックスも使いこなして、パソコンも使ってるからね、知らないだけで、
だって配信で映せないからね、そういう内部的なことは。でも全部マリオがやってるんだよ、事務的なことね。うん、そうだよ、うん、使い方次第で努力してるでしょ、うん、なんせ俺が現に好きだからね、マリオ。それマリオの実力じゃん。あんまり人好きにならないからね、言うほど、うん、だって俺結構ね、人とずっといるの無理なタイプな、一人になりたいタイプだけど、マリオは全然もう一年中一緒にいれるかもしれない。ずっと、うん、言うならもう俺の彼女みたいな。で、結構金もかかるでしょ、うん、マリちゃんって。俺結構貢いでるからね、うん、一番金使ってるよね、俺、うん、マリオに、うん、いや、過大評価してないよ、うん、だからどうにかしてゲームをやめさせたいね。だって週に一回帰っちゃうでしょ、寂しいから。うん、だからゲーム仲間との関係を切りたい、うん、できたら、うん、ゲームもちょっと、うん、あ、駒井くんとこお土産取りに行かないとね、うん、駒井くん、うん、じゃあもう考えた、機長くん家にお泊まり企画やろう、6月、うん、機長ピの家にね。で、駒井も呼んでお泊まり会しよう、どう、うん、それもいいね、うん、それもどっかちょっと貴重区に行っとこう、うん、で3人でまあ夜料理したりね。で次の日はちょっとなんかしようかな、うん、二の腕かわいい、お前の方がかわいいよ、ありがとう。俺依存体質だね、うん、俺もうマリオいないと生きていけない、うん、でもうパルもいないと無理だしね、うん、でも火薬さんもいないと俺もうどんどん依存してってるよ、うん、どん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 。だからやっぱ男に依存したらやっぱ女なくてもやっていけるっていうのが分かったから、うん、マリオずっと一緒にいてくれたからね。だって去年の12月からだからね、前と別れたのは11月ぐらいでしょ。そっからずっと一緒にいてくれてるからマリオのおかげだよ、うん、女に依存しないの、うん、すごいよ。過大評価じゃないよ、うん、だからもうマリオ彼女できたら嫉妬しちゃうかもね、うん、嫉妬。洗濯この時間迷惑なんじゃない？リリーとかが来たらいいじゃん、洗濯しに、うん、違うの？養分に、養分地も行くよ、うん、まあ、よかったわ、まあ、養分とも。とか言ってたらまた始まるからね。チクチク。ね、小競り合いが始まるよ、そのうち。うん。
ゃあ定期的にちょっとご機嫌取らないと、うん、説教されないとダメだと思うね、説教。まあ好きすぎるんじゃない、うん、子供会ってないね、うん、いや子供に俺なんかが会っていいのかな、触っていいのかな、 こんな俺なんかがさ、そんなね、うん、ゆいとくん、うん、ちょっと申し訳なくなるわ、うん、うん、いや、プロレス結構ガチだけどね、うん、俺本気でちょっとイライラしてたからね、うん、よう本気で嫌だったんじゃないの、うん、で性格悪いとかね、うん、うん、俺も性格悪いけどあんな性格悪いやつ見たことないとかね、俺ぐらい性格悪いとかね、うん、旅行で、ちなみにあのプロっていうのはね、 iPhone のプロっていうのは外紙に携帯3つついてて、こうカメラで調整できるんですよ、知ってたみんな、うん、それが唯一ついてるっていう。だから景色を綺麗に写したかったらiPhone のプロ買ってこう調整したらいいんじゃないですか、うん、ちなみにね、俺は広角レンズも何もつけてない、配信は、だから画質綺麗でしょ、広角レンズつけるとちょっと悪くなるからね、画質が。だから俺は画質はやっぱ綺麗な方がいいと思ってつけてない。でも目が良くないと無理だね、ちょっと離れてるからね俺は、うん、目が悪いとこう近づくでしょ、俺はねちょっと離れて目がいいから、うん、光学レンズなんかいらないけどね、はっきり言って、うん、なんか一生懸命つけてるじゃん、うん、俺も見たら分かるもん、人の配信、あれキャンプ配信してるでしょ、マサヤもタクマも横画面にして広角レンズつけてるんだよ、だからこう黒い縁が入ってるでしょ、どうしても。あれアキコママもそうだね、横画面にして広角レンズつけてる、だからこの周りに黒い角ができてるじゃん、あれも無駄なんだよ、はっきり言って、うん、広角レンズなんてぼやけるから、うん、ぼやけちゃダメでしょ、ちょっとでも画質いい方がいいんじゃない、うん、とら思うけど、うん、横画面するとちょっと全体的に暗くなっちゃう、うん、だから奈々ちゃんも言ってたね、うん、奈々ちゃんは広角レンズ使わないんで画質が悪くなるからって言ってたね、携帯配信とか。でも石川さんとかはつけてるね、うん、まあまあ好みだろうけど、うん、奈々ちゃんもこだわりすごいよ、うん、言うならね、なんか俺ね配信で稼いでるからああやってこだわってねパソコン配信とかもちゃんとした方がいいんだろうけど、まあ難しいからね、なんて言っても、でも携帯配信楽だから、うん、携帯配信しちゃう、うん、だから正解ってないけど自分のやっぱこだわりがある人はいいよね、うん、意識が高いんじゃない、うん、やっぱこだわらないとね、仕事だし、うん、何に
まあ、今月は、まあ、大阪行った時も結構使ったし、結構使ってるよね、うん、普通に、うん、普通に100万ぐらい使ってると思うよ、おそらく。ちょこ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 、うん、だって毎日ホテル代でしょ、1万5000円ぐらいかかるでしょ、それ飯代とかで他のことやったら普通に 4,5 万いくからね、1日で。すごいお金だよ。